皆様、こんにちは。漢字のユニークさを探求していこうっていうですね、シリーズ、ケファールスニーカーで続いておりますけれどもね、前回はですね、ここにあるもう、甲骨、見ましたよね。それでね、否定詞、この負にね、これどういうことなんだっていうところからね、始まってしまいましたけれどもね、そこから炸裂しましたけれども、この漢字のユニークさ、これをね、当たり前のところにね、感激していったということから始まってね、もうずーっと言ってきてもらいます。漢語と漢字。それは言語と文字の関係。ずーっと主題でした。で、その中でね、一つね、いろいろね、考えてもらいましてね、やっぱり語り口っていうのが大事なんですよね。物事喋るね。実はこれ、めちゃくちゃね、いろんな概念が出てきてね、こんなのあった、あんなのもあったって、それをね、もうできる限りね、整理した形でね、親しみやすく、意義のある内容を話したいっていうことを心がけておりましてね、もう、ものすごいね、用意をしてるんです。それとね、議論をね、重ねてですね、どうしたらもっと良くなるのかなっていうのをね、一生懸命やってますんでね、どうかね、楽しんでいただければと思います。もうすっごいね、熱意を持ってね、作っております。それで、漢字の世界でね、もう、脳みそがね、開いてきたと思いますんでね、今回も やっていきましょうということでね、もう本当に、長たらしい説明をするよりもね、やっぱりね、キャッチフレーズみたいにね、このね、概念はね、こうですよっていうのはね、そういうね、表現なんかを考えたりね、そこからね、一つのね、世界観、歴史観、人生観なんかもね、もう言い合わせちゃう。見れてこれちゃう。そういうようなね、工夫をね、しておりましてね、毎回ね。もう、ケーパールスニーカーはですね、もう、語りの芸術を目指したいということなんですよ。もう、徘徊。俳句みたいにね、もう切り詰められた表現からで、ね、広がっていく世界観。そういうね、言語や文字のね、窓から眺めたですね、世界をね、歴史、人類を見ていきたいと思います。というようなね、形で、もうやっておりますけどね、もう最初から盛り上がっちゃったら大変だということでね、内容に行ってみたいと思うんですけども。このね、前回はね、否定詞、ものすごい入ってたしね。もう一つね、この5月からね、こういったものをね、用意してきて見て、いろいろ一つ一つの字をね、見てまいりましたけどもね、思ったんですよ、一つ。このね、学っていう字ね、ありますけどもね、この字をね、もうちょっと語りたかったと思ってね、こんなものを用意してしまったんですよ。前回はですね、上古漢語とね、甲骨金文みたいなね、こういった言語、文字、それらをね、関係性見てきますけどね、もっともっと、ちょっとここはね、掘り下げるべき内容だと思ったんですよ。というのがですね、これやっぱりね、文字っていうのはね、言語を書いてるものでね、それを切っても切っても切っても切り離せない。字形だけ見てね、これがね、どういうなんとかだ、あかんとかだっていうんじゃね、片手落ちだと思ったわけですよ。それでね、私ね、こういうものを持ってきたんですけどね、まずね、どこからじゃあ話していきましょうかねって言いますとね、この、学、学ぶ。こちらは、丁重商法という学者がね、再考した条項。そしてこっちがね、バクスター・サガールが再考した条項なんですけどもね。まあ、こっちを見ていこうと。バクスター・サガールを見ていこうと。どうしたかと言いますとね、これ見てわかるんですけどね、バクスター・サガールの研究の方が、まあ10年とかかな？そのぐらい新しいわけですから、言葉が分解されて、もっとはっきりわかってるということでね、こっちを見ていきたいと思うんですけども、今回はちょっと趣向を変えて 言葉、その方から見ていきたいと思うんですよ。じゃあこのガクというね、このムクルック、っていうね、音がね、どこから来たのか。これをね、私、調べました。そうするとね、結局ね、大量のね、漢増語族といって、もう、上古漢語よりも前の先祖の時代でもっともっといろんな言語に分かれる前のところでどうだったのかって言ったらね、漢増祖語で、クルックっていう音がね、
もうたくさんの言語をね、分析してね、見えてくると。で、それはね、結局ね、覚醒するとかね、起き上がるとか、あとは乱れるとか、そういったね、言葉でしてね、まあ実際このね、覚えるっていうところに今あれがあって先に見てしまいましたけどもね、この書くっていう字も点がついてこういう形で、まあ書くと似たような部品含んでますけれども。それで実際ね、このチベット語なんかでやってもね、ドゥクロッグとかね、これは起き上がる。寝てて起きる。で、静か語。これなんかはね、駆動する、動く。だから起きて動くわけだから。っていうのね、言葉に関係、起用に関係するんじゃないかということですけどもね。語根として見るとね、クルックっていう部分はね、これ覚える。そういうね、言葉、上古漢語に関係してんじゃないかと。まあ、このね、上の部分が一緒だしね、字としても楷書で見たって同じ部分が含んでるっていうのはわかると思うんですけれども。そこでね、もう一個ね、見えてくるわけですよ。これどういうことかと言ったら、もう一個この漢字そのものの次元。何をかたどったものなのか、その部品がどこから来たのか考えていきたいと。今私が言ったことは音から行く。まあこれは結局は言語から行くこと。もう一つは形から行くこと。文字から行くこと。そうしますとですね、この次元はね、私調べたらね、6とね、関係あるんじゃないかと。これ見てくださいと。くるく、くるく。ほとんど音一緒だと。で、ここはね、また別のね、6というのはまたね、全然違うね、語源から来てるわけですよ。これはもうね、いろんな言語がありましてね、ものすごい数のね、さっき私申し上げました、大量の、もう漢字ごとくに遡るんじゃないかっていう言語を集めて、それで最後この音が来るって言いましたけど、まあちょっと一つここでね、見てみたいと思うんですけどね。私が今頭の中に描いてるのはこういうことなんですよ。つまり、この今、1個しか出してなかった、このドゥクルックという音を出してくるためには、こんなにものすごい数のね、もう中国の南部からね、もう東南アジアの方とか、チベット、インドとか、もういっぱいいる、もう分かれちゃってね、もう少数民族がいっぱいいるんです、山の中に。そこのね、音を全部拾ってくると、ね、それでその拾ってきた中でも、もう私書ききれない。もう数百もあるですから、もう。で、その下にはまた方言がものすごく数ある。まあ、漢語の方言はここに書き出しましたけどね。漢語っていうのは結構長くね、記録が残っててね、いろいろと資料がね、豊富ですからね。ということですけどもね、これだけのね、全部またその中で先祖をやっていって、で、さらにそこをまた先祖をやっていって、まあ、阿弥陀くじみたいな、ね、感じでどんどん遡っていくわけですよ。それでですね、この上古漢語のクルックっていう音はですね、これはね、結局、下のこの単語の様々な言語の音の比較によって、またですね、こちらのたくさんありますね。漢藏語族の他の言語の音をどんどんどん先祖遡って、これだけの言語分かりました。って、最後、この漢藏祖語に行った、この音と、下の方からと、上の方からで、クルックっていう音がわかると。まあ、この中の下の方からは、L とね、R が変わってしまうんですけども、まあ、中古漢語からそうなるんですけども、L、もしくは R の音、ここしかわかんないんですよね。で、上の方の漢字語から K がわかるんだということが、そこでちょっと面白いものがあるので、行ってみますね。こちらなんですけれども、今私が申し上げたのが、このたくさんの左側にありましたのが、ものすごい数の漢藏語族の言語。これで、ここまでわかる。ずーっと、阿弥陀くじのようにね、先祖を遡っていって、わかりますと。で、今度、漢語の今の方言はここなんですよね。本当に中国語、ここ。ここの言語をまたすると、ちょうどこの辺りが、オールチャイニーズ。上古漢語なんですよ。ですから、この辺りが、中古漢語。で、ここを上から来るのと、下から上がるので、分かったんじゃないかな、と考えられます。
先ほどの表を作るために用いたね、参考文献として資料をね、ここに全部書き出しておきました。ということで、本論に戻ってみたいと思います。今のはもう全部6だったんですよ。いろんな言語で。だから明らかにね、この起き上がるっていうのとは違う語源だっていうのがわかるんですよ。意外とね、数字っていうのはどの、もう少数民族でも、どこの場所でもですね、すべてあるからね、そういうふうに比較しやすいからね、今みたいな表が出てきたんですけれども。じゃあ、本当かどうか見てみたいと思うんですよね。こちらなんですけれどもね、これがね、額。甲骨文。で、金文の一番最初の方でね、字形を分析するときにはもうね、一番最初のオリジナルな形でね、見た方がね、これはいいわけです。どんどん字がなまって変わってしまう前にね、字形が少し変わってしまう前に見ていこうということでね、一番オリジナルな形でいきますとね、これ、この部品とこの部品について、大体ね、こういうものをね、甲骨文やね、金文のね、初期の頃を見ていくときにね、大事なことっていうのは大量のね、その字形の変化があるものをね、持ってくるわけですよ。それでその中で同じ部品がね、その共通して存在している部品っていうのがね、どこなのかっていうのをまず特定することが大事です。そうするとね、このね、部品、これ全部含んでるんですよ。下の。しかしね、上の部分っていうのはバッテンだったりね、バッテンが数が増えたりね、バッテンがちょっと伸びたりね、で、バッテンじゃなくてなんか逆 V の字みたいになってたりね、手がついてたり、バッテンに手がついてたり、手の中のバッテンが増えてたり、これ全部違うわけですね。ところがね、この下のね、この部品とこの部品との、ね、関係性を見てたときにね、実はね、今申し上げた6っていうのもね、初期の頃はね、この逆 V の字だけで書いてた。で、ある時から家みたいになっちゃってね、こういうふうになんか、んって足が増えてて。まあこれは数字を書くときに逆 V の字だと見分けがつかなくなってくるから、特徴的なね、部品をね、つけてね、文字を書き分けるときに工夫をしたんだと思うんですけど、同じようなね、その変化っていうものがね、額という字の中の甲骨文にも出ていると。これは字形から言ってもそうだろうと。まあ別の言い方をすみますよ。今この音のこと言ってきましたけれども、言語の方からね。そうすると、この部分っていうのは結局ね、音を表してる。この6のこの部品には音を伴って、このクルクって音を出したいときに、この部分を出した。だからこれは声符というんですよね。声の符とも。まあ、音符とも言いますね。音の符です。だからね、実はね、この楽っていうのはね、みんなね、この建物、学校のね、建物なんていうね、次元の解析、そういうよくされますけれども、それは違うんだと。これは音を示してるに過ぎないということを言えてこれたと思うんですよ。それでね、この上にじゃあある今度このマークは何だと、この部品は何だと言ったらですね、これはね、今言った政府に対してね、if と言いますけどね、それの意味をもっと際立たせる。これだけ書いたらだって6と区別がつかないわけですから、これは楽だよと。6の音は借りてるけれども、学ぶことですよと言いたいときには、この上にね、このマークをつけてるんですよね。これをね、見るとね、このバッテンバッテンあるでしょ。この横にありますけれども、これね、駅のね、甲と言いましてね、まあ、駅の税地区って言うんですけどね、竹編に巫女の巫って書くんですけども、これは言っていれば竹肥語ですよね、駅の占いで使う。か、もしくは山中と言ってね、それはね、計算に使うね、道具の棒みたいなものをね、かざとじゃないかと、二つ考えられると。それを手で持ってるでしょうという形をね、つけてますよね。だから別にこのバッテンのこの道具だけあれば別に良かったけど、手で持ってるのもご丁寧につけていただいたということでね、わかりやすくね。で、さらにね、子供までくっついちゃってる。ここまで来ちゃうとなんかこれ家だと思ってる。字という字がありますよね。っていうのは、この家の中に子供がいる字。文字の字。これと一緒みたいになっちゃってね、結局ね、中に家みたいになっちゃってるんですよ。どんどんなまってっちゃってる。ここ清州初期から行って、清州中期、晩期。どん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 時代が下ってる。で、最後は子供と上だけになっちゃった。どっか行っちゃった。政府がどっか行っちゃった。こうやってもう書くってわかる。
っていうような感じまで言ってますけどもね、さらにこれにですね、ここに無知がついてる形になってね、このもう一個学というね、この字、これは無知の形なんですけどね、この部分、まあこっち行ってしまうとこっちの部分、それでね、これは教えるという字にもなったんですよね。無知でパシンパシンってして教えてた、そういうねことでね、if としてくっついてるということがね、見てこれたと思うんですけどね、実はですね、ここでですね、このね文字と文字でね、微妙に、要するにこれは学ぶ、こっちは教えるということでね、音を見るとね、学ぶの方はムクルクで、教えるの方はねムクルックス S 最後についてる。これなんだと、さっきこの覚えるから学ぶだって M がついてる、これなんだと、これをねこっちに今度気づいてしまうわけですよ。というのはどうしたかと言いますとね、もう私こう思っちゃったんですよね。覚えるっていう意味、学ぶという意味、これ絶対違うじゃないかとなんでなんだということなんですよ。でこれはねすごいね、今の疑問っていうのはね、すごい世界への始まりなんです、この情報看護への。というのはどうしたかと言いますとね、この覚えるというね、クルクという音はね、まあこれは間違いない、ここの肝臓のもっと古いところが来てる。これはね、もともと起き上がるとかそういう意味だったけれども、まあ、覚醒するという意味でね、何かをパーンと認識する、そう思う。まあ今でもこれ、中国でジュエデっていう言い方ありますけど、おジュエデって言ったら、I think なんですよ、英語で言うね。私はこう思うという。だから思われるとか、そういうね、受動的っていうかね、ことなんですけどもね、今度こっち、学ぶの方に行くとね、学ぶっていうのはかなりこれはね、能動的ですよ。自分から進んでするっていうことなんです。だからね、このね、M がつくことによってね、この M の接頭辞、プレフィックスって言いますけどね、受動から能動へと変化させるんじゃないかと。で、かつね、さらにね、最後に、ムクルクスとついてる。これはどうしてかと言ったらね、今度は教える。いや、学ぶと教えるっていうのはどうなんだっていうとね、これはね、逆になってる。何が逆になってるかって言ったら、伝える人とそれを受け取る人が逆転してる。これは立場が逆転してる。その情報の流れる方向が転換されてるじゃないかと。これが S のね、これは接尾辞って言いますけどね、サフィックスと言いますけどね、この S のサフィックスはね、そういうふうにね、見えるんじゃないかということでね、つまりこの覚えるから学ぶから教えるに行くね、この動き方っていうのは非常にシステマティックじゃないかと。もうすごいびっくりしてるんですよ、情報看護。もうすごい論理的。あるマーカーをつけると、この意味がここから能動から受動になったり、方向が変わったり、非常にそう。じゃあ、本当かと。他の例と見てこうと言ったらですね、まあ、この聞くというのがね、ムン。でしょ？で、これがね、今度はね、トウになるとね、スムース。S が最後についてる。これは聞くとトウっていうのは、結局は逆の方向なんですよね。聞くっていうのは向こうから音が聞こえてくる。トウっていうのはこっちからどうしてだって聞きに行く。逆になってます、これ。で、しかもね、このよくバイバイという言葉ありますよね。売り買い。これはね、この買うの方がね、ムラジ。売るの方はムラジス。S ついてると。これはね、なんだと言ったらね、売ると買うっていうのは逆じゃないかと。わあ、これはっきりしてますね。わかりやすいですよね。物をが移動する売り買いって。それが逆だと。買う側から見れば向こうから来るし、売る側から見れば出てくしっていうね。そういうことでね、非常に面白いと。それで、この、バイバイってね、単語。だってね、これ今のね、同じような音になってますけどね、本当はね、S がついててね、ちゃんと逆転して、その動きがね、逆になって分かってたということ。しかもね、よくね、JUJU って言葉がありますよね。
これは授けると受ける。これも逆なんですよ。もうはっきりしてますよ、これ。もう本当に。さっきよりもどん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 はっきりしてくる。だって授けると受ける。違うっていうのはもう説明不要でしょっていうくらいわかるでしょうと。物の移動が逆になってる。だからこの S のね、本当に、この受けるは、do。それに対して、do す。お、本当だと。いうことでね、もう、びっくりですと。これらのすべての機能は完全に同じ、そういった授受関係や立場や方向が逆転するということがはっきりしている。極めてシステムカル。同じ発想に基づいて語が形成されている。ものすごいことです。これは本当に。もうびっくりしてます。私もう衝撃です。ということでね、本当にね、この概念が全部ね、繋がってきたんじゃないかなと。もう、噴火しております。で、そこからね、見てみるとね、このね、もう一個面白いことがありましてね、まず、最初肝臓そこではね、起きる。上古暗号においては覚える。で、そしてさらにね、学ぶ。それでね、教えるって言いましたけどね、もうすごいこの辺繋がった。その意味のね、つながりがね、見えてきてんですよ。本当に、この、接頭辞と接尾辞を介して、言葉が、どんどん、いろんな概念が、豊かになってきてる。なるほど!っていうね、ことが分かってくるんですけどね。まあ、一つここで言いたいのはね、実は言語学者がこういうものをね、一つ一つ確定していくのは、意外とこの S サフィックスは、結構前から気づいてる人がいて、この後ろの部分の方がね、このいろんな韻を踏んだりするから分かりやすいんですよね。このなんじゃないかって想定しやすいんですけど、前っていうのは結構大変なんですけどね。それでね、こういった大量の例をね、大量に持ってきて、機能的にこういうものを特定していってるんですよ。で、今でもね、まだ分かんないね、プレフィクス、サフィクスがたくさんありましてね、これはものすごい最先端なんですけどね、本当に今、もう最新の知見をですね、言語に関して、上古漢語に関して、今お話しているってことなんですけども、もう本当にすごいですよ。本当に感激しちゃった、私。ですけどもね、実はね、このね、S とかね、ここで最後にグラタストップって言って、喉の奥でね、あっと止める音がありますけれどもね、この S の方がね、ここに書いてありますけどね、去勢と。これ、中国語には成長があると。要するに、バーンって落ちるんですよね。あーから、あーって落ちる。そういったね、形にもっと後の時代だと変化してったと。要するに、子音が変化してった。そういって同じ情報がね、この学ぶと教えるのその方向逆転するという情報が、ちゃんと話してから聞き手に伝えるように形に、ね、なってったということでね、これはね、去勢の起源だと。そうなんです。だからね、本当にこういった形でね、面白いと。もう一個はね、このグロスタルストップの方は、こっちはね、上勢といって上がるんですね。その方のね、起源じゃないかと言われてましてね。面白い。去勢とね、上勢の起源がね、見えてきたんじゃないかと。それは最後のそのサフィックスと関係あるんじゃないかということがね、分かってきているということが面白かったんじゃないかなということなんです、一つ。この調子でいきますよ。今度、この教えるっていう字にはね、非常に時系的に言ってもね、本当に似ている。これ似てますよと。これ学ぶでした。まあ厳密に言えばこれ自体のこの無地がついてるから教えるなんですけどね、これね。だけどね、辞書の中ではね、一緒にね、混ぜられちゃったりするんですよ。っていうことはあるんですけど、まあ両方ともこれは教えるになってますけど、先ほどのサフィックスによって、これ同じ部品持ってるんですよね、このバッテンバッテン、これ、こうがある。ということでね、これも見たいと思うんですよ。そうするとね、さっきのね、もう同じ仕組みをね、もう一回復習しながらやっていきたいと思うんですよね。で、一つね、時系が近くて、言葉の意味も近い、時義も近い。しかもね、これ見るとね、学ぶ、教える。まあ、こっちで見てもいいですけども、この語根だけを見れば、クルック、クラウ、この K ちっちゃいの R、
ここなんかね、子音もなんか含んでて似てるんですよね。うーん、っていうことであってね、ちょっとね、それは一つ面白いことなんですけどね。だけどね、このね、語源自体を見るとね、このね、部分をね、見るとね、混ぜるっていう言葉に関係してるんじゃないかな。しかもそれが肝臓語まで、どんどんって遡ってきますよ。これも全部混ぜるって意味なんですよ、これ。リャオ。これで、ラオ。ケラオとか、クラオ。これね、これは今のは肝臓相互から分かれたビルマ語、ジンポ語、ヤオ語っていうね、そういったね、少数民族の言葉でもみんな、似てると。これでね、見てこれてるんですけども、じゃあなんでね、ここのね、こうというね、この部分と教えると混ぜるっていうのは結構違うということでね、一つもう一個ね、この場合は面白いことにね、次元にも結構ね、関係してきてるんですけどもね、こっち見るとね、今なのでいきますよ。この、クラウがついてる。ついてるついてる。だけどなんか プレフィックスがついてる。N。これなんだ？っていうことになるんですよね。そうするとね、このね、N のね、プレフィックスはね、自動詞的になってんじゃないかと。これはね、要するに、交わる。このこうっていうのはそうですよ。これ交わるですよね。交わってる。交わるっていう意味。こっちは混ぜる。混ぜるっていうのはこれはね、他動詞なんですよ。なんとかを混ぜるっていうしね。混ぜるときには混ぜる対象がありますね。で、混ざるっていうのは自動詞です。そのものが混ざってるわけですからね。ということでね、他動詞と自動詞の交換ができるんじゃないか。この指標があることによって。ということがね、見えてきてる。だけどね、じゃあ分かったと。混ぜる。混ざる。これは分かったと。これは分かる。かなり近い。教えると関係、なんでだと。どうして関係するのか教えると。と言いますとね、このね、こう。これは結局、液をするときにその滝行なんか交わって、それで、ね、こういった開いてて、閉じてるで、開いてる、交わってる。ということでね、なってますけどね。それを2の3乗すればね、8形ができるわけですよね。こういったね、関係性を見ていくとね、やっぱりね、この字は見るとね、もうね、もう液表なんかを知っている人は見ればもう、こうだと。液しかもう印象がない。こっちは本当にね、交わるとかね、混ざるとかね、そういう意味ありますよ。本当に。だけどこれはね、どうもね、液に関係して占いをする人、易者がですね、その占った結果なんかを人に伝えるって意味なんじゃないのかな。それで教えるってきてんではないかなと。意味が転じてですよ。そういうことはね、思ってきてるわけなんですよ。それはどうしてかと言いますとね、今度はね、ここの S、最初にね、S がついてる、これなんだと言うとですね、これはね、まあ、言語学においてはね、結合化って言うんですけどね、どうしてかというと、さっき言ったようにね、混ざる。これは自動詞。自動詞っていうのは基本的にはね、目的、何を混ぜるのかとかね、そういう目的格っていうのがないんですよ。で、混ぜる場合はね、何を混ぜるのっていうね、そういった目的語がある。目的語をさらに増やしたい。それを結合化と言いますけどもね、バレンシーって英語で言いますけどね、その目的格として取れるね、方法の数がね、増える。そうすると、まあもちろん他動詞化するわけですね。他動詞、さらにまた、もっと目的が増える。もっとはっきり言ってしまえば、何を誰に教える。そういうことになってくるわけですよ。二つある。増えてる。ああ、なるほどなぁと。おお、そういうことなのか。というふうにね、今ね、ちょっと感激しちゃってるけれども。という感じでね、見るとね、やっぱり液の内容ね、この八景、この項から始まって、これで八景が生まれて、これでまた64出てきますと。ということでね、液のいろんなね、占いの結果出てきますけれども、そういったものをね、伝えるって、そういう中、情報を伝えるんじゃないかと。そこから教えるってとこ言ってんじゃないかということがね、見えてきてるわけなんですよ。さらにね、こっちも同じ感じだけども、じゃあこれ、最後にやっぱり S がついてる。これなんだと。
言ったらね、先ほどついてた。あ、じゃあ教えると、立場が逆転するのか。ところがですね、これはね、要領をね、見ていくとね、わかるんですけれどもね、基本的にね、この教えるという字ですけどもね、動詞として使う場合と名詞として使う場合があってね、日本語においてもこれ教えという意味とね、名詞、もしくは教えるというね、動詞でも使えますよね。でね、これのね、S がついてるものって基本的にはね、この先ほど申し上げた方向転換よりも、動詞を名詞化したり、名詞を逆に動詞化したり、そういうね、動詞と名詞の交換関係もね、よく出てくる S。基本的にそっちの方が多いんじゃないかなっていうことなんですよ。本当に例はもうたくさんある。それで言語学者はこういうものを認定してくる。あ、これはそういう動詞を名詞化するのかな、名詞を動詞化するのかな。それは多いんですよ、かなり。だからこれはやっぱり名詞化されてるのかなと。で、私ね、この字形を見てた時にもね、ちょっとね、気になってね、用例をね、調べてみたんですよね。一つ面白いことがあってね、ここにね、確定相関がありますけどもね、違うね、文献があるんですよ。で、それ見るとね、これ、東郷の道というのとね、老子のね、もう古い形のもの出てきてるしね、呉叟といってね、いろんな言葉について書いてる内容もあるんですけどもね、これ見ると老子のところでは普賢の教だからね、これは教えというね、名詞で使ってるんですよね。で、東郷の道というのがありますけどね、この東というのは高等子のね、行。で、こっちはね、遊具子のね、春。要するに、行春とっていうとね、もう成人のね、政治をね、説いたものだと。もう儒家が大事にしてる、もう極めて偉い、昔には王様がいたって、それのね、ことについて書いてるわけなんですけども、その彼らがやったのはこんなことなんだっていうのはね、これはちょっとね、面白くてね、読み方が2つ読めんじゃないかということでね、これは教えるっていう言葉には、こういう使い方なんですね。誰々さんに何とかをさせるっていうのはね、使い方をするわけですね。使役として。しかも助動詞として、動詞としてじゃなくて。それは、何とかをして、何とかせしむってこれね、言いますけどもね。文語的に読み下しますけども、日本人は。その漢文を見たら。まあ中国人は文言文と言いますけども。古典漢語でおいては。で、それを見るとね、ちょっと複雑でね、この S の中にもね、さっき言った方向転換以外にもね、使役のような意味をね、持たせたりね、そういったね、形でも S で意味があって、それはもっと言うと方向転換の意味でも使ってる可能性もあるじゃないかなと言ったりね、結構この辺りっていうのはね、言葉の使い方で微妙なところがあってね、先ほど申し上げた名詞化するのかな、方向転換なのかなっていうのが微妙なところもあるんですけどね、それは研究をもっともっと奏でて、その意味的な用例とね、合わせて考えていかなきゃならないんですけども、まあ今でもね、この、何とかをして何とかせしむっていうようなね、使役の使い方では、闽南語っていう古いね、福建省にあるね、上古漢語が分かったんじゃないかなって言われてるね、古い言語がありましてね、方言がありましてね、漢語の中にも。その中ではやっぱり古風な意味でね、こういった意味でもまだ使うみたいです。でも、基本的にはもう、後の時代にそういう意味はなくなっちゃった。もう古典漢語でしかこういう意味はないけれども、だからこれは民をして、こうね、要するに、もう本当に先祖を大事にして、これは自らね、祖廟って言ったら先祖を祀った廟ですよね、に使うっていう意味ですよね、ことっていうのは使えるっていう意味ですから。これで民にそういった先祖たちを大事にしろっていうようなね、ことをね、言ってんじゃないかというか、もしくは民にこうっていうね、やっぱり先祖を大事にするって意味なんだけれども、これは動詞として読むのか、教えるという意味なのか、誰々に何とかさせるという助動詞と呼ぶのかによっても結構ね、微妙なとこあるんですよ。そこも、いうこともあって、こういうね、意味としての今度読んだ時もいろいろあって面白いんですけどね。まあ、それでこっちはね、語尾の方では、これはね、両方とも名詞で使ってるんですよね、教学。しかも面白いことにここにありますけども、その元の字が。学とね、教えるがね、点々がついててね、同じ部品を持ってるからね、二重で両方ね、合文と言うんですけど、二つの文、文字をくっつけ合わせて書いちゃったっていうね、いうこともあってね。まあ、学と教というのはやっぱり似たようなね、意味を持ってるし、似たような部品も持ってるということでね、こういう書かれ方もしちゃって。でも名詞でしょうね。教学って言ったら教えっていう意味でね。
名詞でしょということで見えてこれたんですけども、そうするとこのサフィックス S にはね役割がいくつかあるけれども、結構見てみるとね、中身としてはね本当にね微妙なところでねありましてね、うん、刺激として見ればこれはやっぱり方向転換としても見えるかもしれない。教えるというとこっちから向こうにガーンっていく、それを逆転させるわけだから、そうすれば相手になんとかさせるっていうようなね方に行く。これでもう一つね見てみるとね、面白いことにね、これはね習うと読むんですよ。でこれはねもうわかるじゃないですか皆さん私が今ここで説明しなくても、今私が M について語ったし S について語ったから応用問題ですよこれわかるんじゃないかなと思うんですけどもね、窃盗時 M、 これはね能動にさせる。じゃあ何をって言ったら、この部分、じゃあまず語根からいきましょうと、この部分ね同じでしょとハイライトしてますけれども、じゃあ混ぜるからいきますと、それでこれで能動化してるということで、しかもねこの場合の S はねやっぱり方向性を変えるんじゃないかと言ったらね、まあこれは教えるだったでしょ、でそれに対して習うっていうのは逆転してますよね、意味が入れ替わってる。でしかもね説問開始の中でも教えるっていうのはね上から施すで、それで習うというのは下が習うっていう書いてあるんです、上下で逆転してるということなんですよ。だから説問開始においてもちゃんとそういう説明してる、逆転の意味をちゃんと理解して説明してます。巨神さん偉いですでねここからね効果っていう、これはね説問開始は辞書で、こっちはね偽書といって意味について語ってるんですけども、教えるというのはね習うとはね、それで関係させて書いてるんですね2つともね、ということでねこういった形でね全体がなんかまとまってきたんじゃないかな。ここでね教えるという字形の方をちょっと見ていこうと、かなり私わーんって語っちゃったからね意味の方で盛り上がっちゃいましたけどね、そうするとね結局この部品項がありまして、これで子供がいて、でこっちに無知がある、でパシンって叩いてるような感じで、上のねこの項の部分は学ぶときと同じで一本になってる場合もあって、これでちなみにねこのね5と6があって、あれって思いました私これね、この5っていうのもね古い形ではねバッテンでね、これで後に2本加えたんじゃないかと、それは区別させても6が2本こう加えたようにですねということなんですけどね、5はもともとバッテンだったじゃないかということを見るとね、これなんかね、なんか5みたいだしねバッテンが1個だから、でこっちになるとこうで2個バッテンありまして、こっち3個になっておられましてですね、まあこのこうっていうのが2が今度は2の3乗で8になるっていうねいうことで 3個ここにあるのと一緒であるということかもわからないけれども、これで時系見てみるとね、この2個になっている部分もありますけれどもね、これで大体こういう形で子供と子と無知でできてる。それで子供がなくて、実際この子だけで、それに無知だけ。この部分は実際ね、手なんですよね。ずっと言ってまいりましたけどもね、これは手。で、ここの上にね、棒があるわけだから。だから無知なんですよね。ということなんですけどね、棒でパンパンと叩いてるかもしれませんけど。それでこっちになるとね、このバッテンの部分が2本のクロスがハイブリッドしちゃって2個になっちゃって、これで子供になってる、あこっちの無知がないとかね、だからこれはまあみんな揃ってるけど、バッテンがねすごいこれワッフルのね形みたいですよねなってるしね、ここもクロスでこれが一緒にハイブリッドしてる、で大体まあ時系は全部ね引き継いでて、子供が略されてる場合もありますけれども、まあ青春晩期かなの三種版においてもそうだったけれども、ということでね、まあ、だいたい時系もね、みんなちゃんとこのバッテンバッテン、この教えるという字に関して言えば見ましたね。この次元のところ、この項が部品となって、こっちこれが政府。で、子供さんやこの無知は if ということでね、見えてこれたんじゃないかなと。もう全部結びつきました。時系的な分析で言ったもの、今やりましたように。ちゃんと政府と if があって、その今度は音の内容に関してもちゃんと全部
プレフィクスとサフィクス、接頭辞と接尾辞、もっと平たい言い方すればですよ、もう語根があったらね、最初のね、もう前にくっつけるのか、後に何かをくっつけるのか、マーカーをくっつけることによって意味がどんどん変わっていった。それ見れてこれたんじゃないかなと思うんですよ。本当に。これはもうびっくりしました。もうこんなに情報言語はシステマティック。今回はそういったもう衝撃受けたのでね、ここだけを膨らめしてしまいました。本当に学ぶ、教える、そういったね、ところからね、ちょっとでも私気になってんのがね、もう一回最後に言いますけどね、このね、教えると学ぶで、まあ、その中ではね、この混ぜるっていうところからね、それと覚えるっていうところから、学が来て、今日が来てるというふうに結びついてますけれども、よく見るとですね、この部分のね、子音がやっぱりね、似てるんですよね。くる。ここの部分ね、ちょっと考えるとですね、この覚えるっていうのもね、もともとね、このかく乱と、混ぜこぜ、攪拌する、混ぜる。やっぱりね、混ぜるって意味があって、そのこのね、かくっていうのがね、くるるだから、このね、毛を抜いた部分なんですよ。だから逆に言えばもっともっとね、いけばね、このね、覚えるだってね、この核だから混ぜる、交わると語根がもっと細かく分析すればですよ。この、くる。これは、やっぱり混ぜるっていう意味あるんじゃないかなと思って、そう見てます、私は。もっと上では、この部分とこの部分と、です、K が何らかの意味があって、で、R、U、ここのところと、ここのところでもっと上では関係してたんじゃないかなっていうことも含めて、あるんじゃないかなっていうこともね、ちょっと見ながらね、書き回すとかね、書き乱すっていう字だからね、これは書くはね。だから結局、寝てて状態から起きるっていうのは、そういうことなんじゃないかなということでね、面白いことなんですけどね、今はこういうふうにやってますけど、もっともっとね、細かくね、言語を分析していくと見えてくる世界がまたあるんじゃないかなということでね、言語を分析していく言語学においてもね、もっともっと時間が経つごとにね、いろんなね、研究が進んでいくとね、いろんな用例の変化とか他の言語との関係からいくとですね、もっと追求ができていくということで、最後にそういった将来性のある話をして終わりたいと思うんですけどもね、もう今回も大変もう上皇看護の語彙の生成、語根から語彙がどうできるのか盛り上がっちゃいましたけれども、こういう好奇心、探究心をむき出しにしてですね、やってまいりたいと思います、今後とも。ですから、何卒、KF、RC か、よろしくお願いいたします。もう、チャンネル登録していただけると、もう、本当に嬉しい。かつですね、どうか、いいねをお願いいたします。もう、本当にこの感激を、できる限り多くの方と共有したい。ということで、続けてまいりたいと思います。ありがとうございました。